れませんね。私の気持ちがお客さんにも伝わったってことですよね。そう思うとやっぱりアイドルって素敵な仕事だなって改めて実感します。もちろんもっと楽しんでもらって、そして私自身ももう一度ステージを楽しんできます。